JR 博多シティは、福岡県福岡市博多区博多駅中央街にある、博多駅博多口の駅ビル、大型商業施設。九州旅客鉄道株式会社の子会社、株式会社 JR 博多シティが管理、運営する。JR 九州が手掛けるファッションビルのアミュプラザ博多や、百貨店の博多半球などで構成される。 博多駅博多口の改築構想は2005年3月31日に、その構想が明らかになった。2011年の九州新幹線、鹿児島ルート前線開業を見据え、同時期の完成を目指して、2006年から駅ビル解体及び新築、在来線ホームの再編と、 新幹線ホームの増設、駅周辺の環境整備等の総合再開発が行われた。駅ビルの各テナント誘致に際しては、博多井ずつや、高島屋、阪急百貨店、丸井などのデパートが出店に名乗りを上げたが、最終的には JR 九州との関係や条件が合致する阪急、百貨店が入居することが決定し、博多阪急として出店した。 阪急百貨店にとっては、これが、九州発進出となった。この新駅ビルテナントの選定をめぐっては、博多口川旧駅ビル、博多ステーションビル2966年から入店していた、博多井筒屋が難色を示し、新駅ビルへの優先入居を主張。福岡管理裁判所において、博多井筒屋の親会社である井筒屋と、 JR 九州の間で調停を行うものの、調停は難航した。調停の長期化や入居を求めての訴訟への発展、駅ビルからの退店拒否も危惧され始め、調停決裂が現実味を帯び始めた。そのようなことになれば新駅ビル建設スケジュールに大きく影響する恐れがあった。結局2006年9月15日に JR 九州側が、井筒屋側に保証金。 約45億円を支払うことで博多井津屋は2007年3月31日までに旧駅ビルから退店することに合意した。旧駅ビルの全面改築及び博多駅在来線ホーム上空の利活用により敷地面積約2万2000平方メートル、延べ床面積約20万平方メートル、鉄骨鉄筋コンクリート造りの地上10階 地下3階の駅ビルを建築している。走行費は約1000億円。新ビルはビル正面図の南北方向の総延長は約240メートルで、南寄り部分が東側の在来線ホーム上に約60メートルせり出す L 字型のビルとなっている。地上高は約60メートル。駅ビルとしては国内最大規模を誇る。環境に配慮し、 断熱服装ガラスや太陽光発電、屋上緑化、ミスト冷却などを採用している。夜間はビルと駅前広場がライトアップされる。照明デザインは有限会社スタイルマテック松本設計室による。エレベーターは博多口側はビル北より東急ハンズ側エレベーター、ビル中央、中央エレベーター、ビル南より、 阪急百貨店側エレベーターの3群と阪急百貨店エレベーターの合わせて4群が設置される。エスカレーターは全フロア同士のものがビル北よりと中央にそれぞれ2群、博多阪急内にも2群設置される。その他、中央コンコースの入り口すぐの吹き抜けや屋外に駅前広場と地上2から3階を結ぶものをはじめ多数の連絡用エスカレーターが設置。 博多阪急正面入り口近くのビル正面の外壁には300インチ程度の大型映像装置 JR 博多シティビジョンがある。また、中央コンコースの博多口側吹き抜けに曲面式浮き入る大型ビジョンが設置2018年3月時点では国内最大ビル南寄り部分の地下1階から地上8階に各テナントである阪急百貨店が入居する。また、 北寄り部分の地下1階は、博多一番街が入居。その他のビルの部分が専門店街、アミュプラザ博多となり、アミュプラザ博多うちに、東急ハンズ、シネマコンプレックス、ティ、ジョイ、レストランゾーン、シティダイニング空店、などが入居する。ビルの地下1階部分、駅前広場南寄りの地下1階部分は連携して、アミュプラザ博多の地下街路。 アミュー地下として刷新されオープンしている。また、博多一番街や、博多半球の地下1階などがある。また、中央コンコースの博多口側から入ってすぐは吹き抜け、構造となるほか、ビル南寄り部分の3階付近には、FM 福岡のサテライトスタジオ、FM 福岡 JR 博多シティスタジオが入居し、オープンテラス、JR 博多シティオープンテラスが設置。また、 南寄り部分の9階10階には、最大680席収容の多目的ホール、JR 九州ホールと貸し会議室、JR 博多市ティ会議室、九大ビジネススクールがある。JR 博多市ティや、周辺の主なフロア、施設等の構成を示す。同一階層では、上段ほど畜畜地寄り、下段が博多口寄りである。なおマイング博多駅名店街、 博多一番街、博多駅地下街は JR 博多シティには含まれず、運営企業も別である。背景色緑の部分は JR 博多シティビルク大街の部分となる。各エリアの連絡経路は、後の駅連絡路、改札等を参照。屋上には、メの森広場がある。各種展望テラスを備えており、駅周辺の展望が可能である。また、 鉄道神社やイベントステージなども備えるほか、1909年開業の博多駅駅舎に使われていた柱が広場に設置されている。また、ミニ SL 庭園内を走る。当初は、ツバメ電車、2012年2月25日からは、新デザインのクロちゃん電車、2021年3月6日から、ドリームツバメ号が走っている。なお、 当初小型犬のドッグランがあったが2012年2月29日で営業を終了し、跡地は3月24日から子供向けスペース、クロちゃん広場になった。2011年8月には、ツバメの森広場、タイルがアートプロジェクトがブルネル賞を受賞した。また、博多口駅前広場はグッドデザイン賞を受賞している。また、福岡空港が 付近に立地する関係で、周辺は、航空法によりビルの高さ制限が行われている。そのため上写真のように建築物の高さが均一に、揃っている。大ケー駅ビル中央部、地上25メートルの5階外壁部に、直径約6メートルの大時計が設置されている。指針や文字盤には LED が設置され、夜間に点灯する。デザインは、三桜英治が手掛けている。 開業前年の2010年7月頃設置され、翌年の2011年2月24日正午に、使用が開始された。同日夕刻には、当時の JR 九州会長、石原進村を迎えて、時計の点灯式が行われた。ビル周辺の回遊性を高めるために、ビルを中心として、地上1階及びたフロアに、新しい水平動線となる通路などが設置されている。 なお、博多駅屋上駐車場を除いて、各コンコース、通路、改札口、連絡口は、営業時間外もしくは深夜には閉鎖される。を併設する、オープンテラスに連絡する。駅前広場は、福岡市と JR 九州の共同事業として整備された。 中央には欅ヤキ20本を植樹した緑院広場が整備され、駅工事に伴い撤去されていたヘンリー・ムルアの彫刻作品やモニュメントなどが再び設置された。広場隅に放り多兵の銅像もある。広場南寄りの地下1階には JR 博多シティ駐輪場がオープンした。料金は自転車と 50cc 未満のバイクが2時間まで駐輪無料。 2時間を超えて一日ごとに自転車は100円、バイクは200円となる。畜市口にあった交番は、警察官立ち寄り所となり、博多駅前警部交番として、博多口駅前広場南寄りに移設されている。福岡市の博多駅前、モラルマナー推進センターが併設され、博多駅周辺の路上喫煙等への指導を行うとしている。 2011年10月31日には、博多口交差点を横断する新地下通路、若田駅前通り地下通路、広場地下2階には、博多駅地下送迎場が新設、供用された。校舎については、地下2階に46台の一時駐車場が設置され、また同フロアに、一般車地下送迎場、タクシープールが併設されている。送迎場の出入り口は、 博多口交差点から西方の和博駅前通り上に西向きに設置されている。コンコースや屋上などの壁面や床に東藩のタイル画が敷き詰められている。これは博多駅アート計画として2008年にテーマを定めて絵が一般公募され、その絵が有田焼の東藩に焼き付けられ配置されている。未踏化と日本画家の千住博が アートディレクションを担当した。応募者が描いたタイル画がどこに配置されているかは、特設のタイル画アート検索システムに名前を入力することで、調べることができるようになっている。JR 東日本石巻線小永川駅に、併設された宮城県小永川町への温泉施設、小永川温泉ユポッポでも、2015年に再開する際に、同様のタイルアートが採用された。 同施設でも、水戸岡と千住がアートディレクションを務め、一般公募した花の絵が使用されている。JR 博多シティ開業と同時に新設された駐車スペースは、九州新幹線ホーム上に約150台である。また自転車、バイク等の駐輪場も設置された。畜仕口には2007年4月に、JR 九州、旧本社ビル跡地に立体駐車場が入る。 JR 九州筑紫口ビルがオープンしている。このほか JR 博多市内のテナントとの提携サービス対象となる駐車場は、JR 博多市関連敷地内のもののほか博多駅周辺部にも多数あり、詳細は公式サイトを参照のこと。なお、駅前広場地下2階の博多駅地下送迎場は、JR 博多市内のテナントとの 提携サービス対象外である。建設中の JR 博多シティビル本体建設工事は2006年3月に、駅南寄りの旧駅事務室跡から着工。旧駅ビル部分は、井筒屋が2007年3月で、営業終了し、解体後2008年1月頃ろ体工事に入った。工事の難関は、駅南寄りの線路の上下にすり出す部分で、森土構造による、 高架線路を運用しながら、ビルを建設するため、線路下の森土を掘削すると同時に、線路上下に、ビル区体を建設する。工事手順は、各線路沿いに6メートル間隔で森土に仮食いを打ち込み、仮食い間に工事下駄を通して、線路を仮受けして、森土を掘削する。合わせて、ビル区体建設も進め。 ある程度組み上がった時点でカリクイと工事桁を撤去し、ビルクタイで線路とホームを支える。掘削は、幅100メートル、奥行き約70メートルの広さを4層にわたり1、フロア分ずつ4段階で実施する。線路路盤の、森土から、カリクイ、またカリクイから、ビルクタイへの移し替えは、駅の終電から始発まで限られた、時間帯に、毎日少しずつ進捗させた。 十分な思考空間が確保できない状況で、列車ダイヤに影響がないよう、空間と時間に制約を受けた難工事であったという。線路路板は、フローティングスラブと、コイルバネで支えられており、列車がホームを通ってもビル内にはほとんど振動、騒音が伝わらない設計になっている。旧駅ビルの地下には、福岡市地下鉄空港線が通っており、 旧駅ビルを解体すると地下水の要圧力により、空港線の区体が浮き上がるという問題があり、事前にグラウンドアンカーとコンクリート注入を行って、区体を固定する工事を行っている。JR 博多シティと九州新幹線開業により、九州各地、特に新幹線の開業する熊本県や、鹿児島県などでは、商業需要が、JR 博多シティを筆頭とした福岡都市圏へ、 流出する、いわゆるストロー現象がより一層激化するだろうと、オープン前には盛んに議論されていた。しかし蓋を開けてみると、周辺地域への大きなストロー現象はほとんど起きていない。一方、JR 博多市と共に回遊性が増し、福岡を訪れる人が増加することで証券が、これまで以上に広がるであろうと見ていた繁華街、天神界隈の百貨店や、専門店、 またキャナルシティ博多は JR 博多シティの開業後大きく売り上げを落としている。2011年夏から秋にかけて相次いで増殖や改装、新ブランドの投入など対決姿勢を強め JR 博多シティとの競合に挑んでいる。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。